開いてるのとウサギの目が壁にくっついてるの。ほら、目がくっついてる。道の区五大雪まつりの一つである弘前城雪灯籠まつり。雪化粧したお城や石像を見に来ました。初めて見るお城にワクワクです。雨は止んだけど気温は2度。寒いです。三内丸山遺跡の土偶だよ。顔真似は似てるかな。ポン酢内閣総理大臣賞って何？ユラみたいに頭が空っぽですっていう人。ポン酢内です。雪が溶けて道路はぐちゃぐちゃ。何度も転びそうになったよ。詐欺に気をつけましょう。イエーイ。詐欺はイエーイなのか。止まりね、そこらくるわ。なんか溶けて曲がってる。お城見えてきたよ。初めて見る天守閣。本でしか見たことないけど、実際見ると綺麗ですね。冬は中に入れないみたいです。城の中がとっても気になりますよね。弘前城桜祭りに来て入ろう。ここからは城下町や岩木山が眺められるよ。今日はあいにくの曇り空。岩木山も寒くて隠れちゃいました。雪道路祭りの鎌倉だよ。夜は光が灯され綺麗なんだって。夜まで入れないから綺麗な景色を思い浮かべています。お腹もペコペコになりました。お昼は何食べようかな。久々の食レポします。いただきます。早く食べ。柔らかい。めっちゃ立ち上がるじゃん。手で見えないからね。美味しそう。バター。うん。どう。も。どう。マンゴー。どう。どう。蜂蜜甘。蜂蜜？全部バター。バター今溶かしてるよ。どう。うまい。うまいってどういう感じよ。美味しいってこと。美味しいって何が美味しい。めっちゃ柔らかいよ。食べる食べる。あれあれうまっ。いただきます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 。美味しそう。あ、ここは弘前ねぷたの表紙がなってます。私は弘前ねぷたを見に行く予定だよ。ちょっと表紙聞いてみようね。やばいやばい。ねぷたのもんどりか。メイン会場に向かいますよ。
宙にも石像がたくさん。これがイーブイだよ。で、これがピカチュウ。イーブイのものまねします。ピカチュウのものまね。ピカチュウ。ピカチュウ。本当だ、ピカチュウだ。ここイーブイですよ。あ、そう、イーブイだ。これが初音ミクだよ。本当なの？はい、僕はわーってやってる。うわー、日の丸には巨大な石像がありました。とにかくでっかいの。ハロー、こんにちは。僕の家へようこそ。雪のお家だよ。雪の滑り台には大行列。小さな子供がワイワイ遊んでたよ。面白いなと思っている方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。許さない、じゃんけんじゃんけんぽい。今日はグーを出しました。勝った人は明日弘前城で雪遊びできるかも。バイバイ、また見てね。